皆さん、こんにちは。この度、生徒会長に立候補しました、乙骨ゆうたです。僕がなぜ生徒会長に立候補したかというと、この学校の生徒が笑顔に満ち溢れ、思いやりの心をみんなが持ち、希望に満ちた学校にしたいと思ったからです。おい、そこのブスとブタ、ブタが演説してる時にスマホいじってんじゃーねー。いじってたらロッカーに詰めるからな。耳の穴かぼじって聞いとけ、クソガキども。え、リカちゃん、ちょっと落ち着いて。確かに目の前でスマホいじられると気持ち悪くないけどさ、僕の演説が下手だったのが原因だし、思いやりの心を持ってそこはぐっとこらえてよ。何を綺麗事言っているの、ゆうた。これこそ思いやりの心なんだよ。あのブスと豚はゆうたが演説してる時に平然とスマホをいじってたんだ。思いやる心があれば真剣に聞いてなくてもスマホいじるような態度は取らないでしょ。きっとそこのブスと豚は映画館でも上映中にスマホいじったり、電車でも音盛りイヤホン常習犯さ。そういう道徳ゼロのガキには誰かがちゃんと教えてあげないといけないんだよ。お前はゴキブリのクソイカなんだよってね。ほらそこのブスと豚、泣いてないでちゃんと謝りなさいよ。生まれてきてごめんなさいよ。ケタちゃん、思いやりが鋭すぎて立ちの悪い狂気になってるよ。言葉は刃物ってコナン君も言ってたでしょ。生徒も生徒だが先生も先生だ。スマホいじってる生徒を注意せず、先生たちは見て見ぬふり。誰かが正せねば、この偽物の先生がはびこる学校。お前ら先生も粛清対象だ。すべては正しき学校のために。本物の教師はオールマイトだけだ。ケカちゃん、思想合戦にプレスルトラしてるよ。この学校が腐っているのはなぜか。それは生徒も先生も息苦しい学校という名のフラスコの中に閉じ込められているからだよ。私はユータを生徒会長にしたいのではない。息苦しくない完璧な学校にしたいのだ。それにはまず腐った靴どもをロッカーに詰める必要がある。臭いものには蓋をするとはまさにこのことさ。僕には思い上がらぬよう正しい絶望を与える。それこそお前らが教育と呼ぶ存在、真理だ。ケカちゃん、もうエドワード・エロリックに一回ぶん殴られてこいよ。私ビリーカダイバーはマーレ政府特使として世界平和を願い、今ここに宣言します。この学校の敵勢力へ宣戦布告を。ケカちゃん、もう一人で進撃ごっこ集めないでよ。